アルジュール・ランボー、またはランボーは、19世紀のフランスを代表する詩人。創熟な天才、神道と称された、彼は、15歳の時から詩を書き始め、20歳で詩を放棄するまでのわずか数年の間に、ヨイド・レブネなどの高等派、象徴派の陰文詩から、三文詩集、地獄の季節、三文詩、自由詩によるイルミナシオンまで、詩の伝統を大きく変えた。 彼の詩論、詩人論として知られる、ミシャの手紙において、詩人は、あらゆる感覚の長期にわたる広大無限でしかもりに即した作乱により、ミシャとなると語り、ブルジョア道徳をはじめとするすべての因衆、規制概念、既存の秩序を捨て去り、精神、道徳、身体の限界を超え、未知を体系的に探求しようとした反逆、革命の詩人であり、 ただいすむ、シュルレアリスムへの道を切り開いた詩人である。日本においても、明治末期の上田悟史、長井花風、昭和初期の小林秀夫、中原中也、戦後の堀口大学、金子光春と、優れた文学者によって次々と紹介、翻訳された。アルチュール乱暴は1854年10月20日、陸軍大義フレデリック乱暴と、近郊ロッシュ村の商事主の、 娘マリー・カトリーヌ・ビタリー・キューフの第二子、ジャン・ニコラ・ルチュール・ランボーとして、フランス北部のベルギーとの国境に近いシャルルビルに、生まれた。母、ビタリー・ランボー1歳上の兄ジャン・ニコラ・フレデリック、3歳下の妹・ビクトリーヌ・ポーリーヌ・ビタリー、4歳下の妹・ジャンヌ・ロザリー・ビタリー、6歳下の妹・フレデリック・マリー・イザベルの5人、兄弟姉妹であった。父・フレデリックは認知にいて、 不在がちの上、イザベルが生まれた後家に戻らなくなり、母ビタリーは女で一つで四人の子を育てた。ランボーは幼児に、この幻覚、勤勉で、気ぐらいが高く、非常な軽心家であった母の影響を強く受けたと、される。ランボーについて、多くの研究所を発表した、作家、美術師家のクロードジャンコラは、2004年に、この、悪名高い、母親とランボーの関係について、 特に二人の性格の類似性と、それゆえの反目と愛情に焦点を当てた評伝、ビタリー・ランボー、息子・アルチュールへの愛を発表している。11歳のランボー1861年、私立のロサ学院に入学。一家の引っ越しのため、1865年に、私立、シャルルビル高等中学校に転校した。早熟な天才、神童と称されるランボーは、実際、 模範的な優等生で、ラテン語の詩などで、数々の優等賞を得た。シャルルビル高等中学校の同窓生に、作家のエルネスト・ドラエがいる。彼は後に、ランボーの試作や生活に助力し、彼に関する著書を残すことになる。ランボーが、文学の道を志すきっかけとなったのは、1870年1月、彼が15歳の時に、修士学の教師として、 シャルルビル高等中学校に赴任したジョルジュ・イザンバールとの出会いであった。22歳のイザンバールは革命思想の持ち主でもあり、彼の教養、思想などに大きな影響を受けたランボーは読書に没頭し、試作を始めた。早くも同年に、孤児たちのお年玉を文芸師ラルビュープルトゥースに発表し、5月にはイザンバールの勧めで、 現代高等発集の編集委員の一人であった詩人、劇作家のテオドールド・バンビルにオフィーア、感覚、太陽と肉体の三編の詩を送り、同志し、第二週への掲載を懇願した。これらの詩は、実際、バンビル、ルコント・ドリールラ高等派の詩に習ったものだが、とりわけ感覚は伝統的な詩の技法から脱した。 乱暴独自の世界を切り開くものとして、後に高く評価されることになる。座っている奴らの現行同年8月、乱暴は家出をして、夫婦戦争下のパリに向かった。だが、無賃乗車のために、北駅で逮捕され、マザス刑務所に収容された後、シャルルビルに送り返された。この後も数ヶ月の間にさらに2回家出をし、北、フランス、ベルギーを放浪しながら、 我が放浪、緑邸で、戸棚、冬の楽しみのほか、谷間に眠る男などの戦争に関する詩を書き続けた。うち二十二編を二冊の手帳に聖書して、ドゥエ滞在中に、イザンバールを介して知り合った詩人、ポールドメニーに託した。これらは後に、ドゥエ市長として知られることになる。1871年5月13日付の、 イザンバール宛ての手紙と1871年5月15日付のドメニー宛ての手紙は後に乱暴の詩人としての宣言文、ミシャの手紙として知られることになる。ポイントな欄で最も多く論じられるし、盗まれた心を含むイザンバール宛てのミシャの手紙に乱暴は次のように書いている。私は考えるというのは誤りです。人が私を考えるというべきでしょう。 シャレを言っているわけではありませんが、私とは一個の他者なのです。パリの軍化、僕の可愛い恋人たち、うずくまっての三編の詩が書かれ得たドメニーアテの手紙で、乱暴は、詩人たらんと望む者が第一に行うべき探求は、自己を認識すること、完全に認識することであり、このためには、自己を拘束するすべての規制概念、常識、因習を捨て去り、意味に反する意味を模索し、 未知を体系的に探求し、精神、道徳、身体の限界を超えるべきであるとし、さらに次のように宣言する。詩人は、あらゆる感覚の、長期にわたる、広大無辺でしかもりに即した桜により、未者となる。あらゆる形の愛、苦悶、狂気、彼は自らを探求し、己の中に、あらゆる毒を組み尽くし、その精髄のみを取るのである。 苦痛は言いようのないほどのものであり、前期心情と超人間的な力がなければできないことなのであるが、そのようにして彼は、中んづく偉大な描写、偉大な罪人、偉大な呪われ人となり、そして思考の学者となるのだ。ミシャの手紙では、ミシャという観点から過去の詩人を評価、批判している。この中で、ボードレールは、第一のミシャ、詩人たちの王、 真の神とされ、高等派の詩人では、アルベール・メラと、真の詩人ポール・ベルレーヌが、ミシャとして挙げられている。同じ頃、ランボーは、シャルルビルの知り合いポール・オーニュストブルターニュに、彼が、パイコールドカレー県アラスに近いファンプーデであった、ポール・ベルレーヌに死を送るよう勧められた。当時27歳のベルレーヌはすでに詩集、サッキュルニアン詩集、アデナルエを出版し、 現代高等詩集第二集にも詩を発表していた。早速、ベルレーヌにびっくり仰天している子ら、うずくまって税管理、盗まれた心、座っている奴らのご返の詩を送り、返事を待ちながら、酔いどれ船の執筆に取り掛かった。9月中頃に、ベルレーヌから返事が届いた。乱暴の才能を見抜いた、彼は、やってきた前。偉大な魂よ我らは君を呼び、 君を待つと、パリに来るよう勧めた。手紙には、高等派の詩人たちから集めた旅費が同封されていた。こうして、1871年9月、ランボーは、ヨイドレブネを携えて上京し、ベルレーヌの義父母の元に身を寄せることになった。この時ランボーは17歳であった。12音節4行、施設全100行の長平員分子、ヨイドレブネを、ベルレーヌは絶賛した。 この自筆原稿は現存せず、この時ベルレイヌが筆写した原稿だけが残り、今日に伝えられることになった。この詩では、乗組員を失ってあらゆるものから解き放たれ、海に漂う船そのものが、私であり、その精神世界であり、未知の世界の壮大カレー、怪異なイメージに命定する、ミシャとしての詩人である。まさに高等派、象徴派のイメージであり、同時にまた、 高等派の詩人らが否定する政治的、思想的なメッセージが込められている。大島博光は同年3月から5月にかけて起こったパリコミューンに対する乱暴の熱狂、旧秩序との決別、そして最終的に勝利したブルジョワジーに対する批判を読み取っている。アンリファンタラトゥール作、テーブルの片隅前列左より、ベルレーヌ、乱暴、バラード、デルビリー、ペルタン、 後列左よりボニーエイコール・オルトラン、ブレモン、エカール、ベルレーヌ、バンビルとチキを得たランボーは、さらに二人が参加する、ヴィラン・ボンゾムの前衛芸術家、文学者らと知り合った。1869年に結成された、このグループには、詩人、劇作家のレオン・バラード、エルネスト・デル・ビリー、カミール・ペルタン、エルゼ・アール・ボニーエイコール・オルトラン、エミール・ブレモン、ジャニエカール、フランソワ・コペ、 アルベールメラらのほか、写真家のエティエンヌ・カルジャ、画家のアンリ・ハンタラ・トゥール、風刺画家のアンドレ・ジルラが参加していた。だが、翌1872年の3月2日に、開催されたヴィラン・ボンゾムの晩餐会で口論になり、ランボーがアルベールメラの仕込み杖で、カルジャの手を傷つけた。腹を立てた、カルジャはそれまでに撮った、ランボーの写真のネガを廃棄した。残ったのは今日、 ランボーの写真として目にする一枚だけである。また、この時、ファンタナトゥールはヴィラン・ボンゾムの晩餐会の絵を描くことになっていたが、ランボーの粗暴な振る舞いにやけがさしたアルベール・メーラが同席を拒んだ。このため、彼が座るはずであった右端には、花瓶が置かれている。グループから追放されたランボーは一旦帰郷したが、間もなくパリに戻り、ベルレーヌと共に、ベルギー、 ロンドンを放浪した、情熱的で波乱に満ちた関係の始まりであった。ブルッセルでは、サクランボの実る頃を作詞したジャンバティスト・クレマンや、劇作家ジョルジュ・カバリエなど、パリコミューンの亡命者にたびたび会っている。これは、ロンドンでも同様で、同地に亡命したコミュナールのウジェーヌ・ベルメルシュ、ジュール・アンドリュー、カミーユ・ユバレール、1871年コミューン詞を表した。 プロスペル・オリビエリサ・サガレーラに会っており、二人がいかに熱心に革命を支持していたかがわかる。だが、マラルメにとてつもない通行者と称されたランボーと違って、ベルレーヌはパリに妻・マチルドと息子・ジョルジュを置き去りにしていた。1872年7月21日、ベルレーヌからの手紙で彼がブリュッセルにいることを知ったマチルドは母親と共に同地に向かった。 彼を連れ戻すためであった。彼は二人の懇願に応じて一旦は列車に乗ったものの国境のキエブラン駅で通関手続きのために全乗客が下車した際に姿を消してしまった。これがマチルドとの最後の別れとなった。フェリックス・レガメが描いたロンドンのベルレーヌ・トランボを二人は二ヶ月にわたってベルギーを放浪した後、9月7日にロンドンに向かった。ベルレーヌの旧友で後に 日本文化を紹介した画家のフェリックス・レガメが当時ロンドンに滞在していた。彼もまたコミュナールで亡命中であったが、この時、ロンドンの街をさまよい歩く二人を描いた素描を数枚残している。たまに、フランス語の家庭教師をする程度で定職のない二人は、ベルレーヌの母親からの送金に頼っていた。このような生活を描いた詩が飢餓の祭りである。 1872年12月末に乱暴は母親の忠告に従って一旦シャルルビルに戻った。ロンドンに一人残ったベルレーヌが孤独に苛まれて書いた詩が堀口大学役、ちまたに雨の降るごとく我が心にも涙ふるで知られる詩である。翌1873年1月にベルレーヌは母親に手紙を書き病気のため会いに来てほしい。また、乱暴にも 旅費を送って、愛に来るよう伝えてほしいと要求した。こうして、再び二人の放浪生活が始まった。二人は、ロンドン市街地だけでなく、郊外や田舎、ホワイトチャペルや、イーストエンド地区のような貧民街もくまなく歩き回り、市に表現した。三分詩集、イルミナシオン諸集の都市は、霧と煙に覆われた、西の近代都市ロンドンを描いた詩である。二人は、 幾度となく、仲違いと和解を繰り返したが、ベルレーヌにとっては、言葉なき恋か、乱ンボーにとっては、地獄の季節、イルミナシオンの制作につながる、実りの多い経験であった。だが、二人の生活は、結局うまくいかなかった。叫びたりの日々、とっくみ愛の喧嘩、数々の修羅場をくぐり抜けた二人は、ついに互いに傷つけ合うだけの関係になる。 1873年4月11日、乱暴は数と母、兄フレデリック、妹ビタリーとイザベルがいる故郷のロッシュ農場に戻った。この時、彼は長い放浪生活で消耗しきった上に精神的な危機に陥っていた。友人のエルネスト・ドラエー宛てに書いた手紙には、異教徒の書、またはニクロの書を書いている。私の運命はこの書にかかっているとある。 同年に地獄の季節として出版されることになる詩集である。ブルッセル事件後のランボを1月ほどロッシュに滞在した後、1873年5月25日、再びベルレーヌと共にベルギーを経てロンドンに向かった。相変わらず、主にベルレーヌの母親からの送金に頼りながら読書と試作を続けたが、二人の反目は深まるばかりであった。これは、 例えば、放浪者たちなどにも見て取れる。7月3日、ベルレーヌは、乱暴の嘲笑的な言葉に腹を立て、突然、部屋を飛び出した。ベルレーヌは、乱暴との関係を終わりにして、妻の元に帰る決意をしていた。無一門の乱暴を一人、船着き輪に残し、ベルレーヌは、アントワープ行きの船に乗った。ブルッセルから、ロンドンの乱暴宛に、別れの手紙が届いた。 妻と復縁できなければ、拳銃自殺するつもりだと書かれていた。7月8日、乱暴はブリュッセルに向かい、ベルレーヌに再会、ベルレーヌと別れて一人パリに戻るつもりだと伝えた。7月10日、ベルレーヌは酔った勢いで、乱暴に向かって拳銃を2発発砲し、一発が乱暴の左手首に当たった。ベルレーヌは逮捕され、乱暴は、 弾丸適室のためにサンジャン病院に入院した。7月20日に退院したランボーは、ロッシュに戻って、地獄の季節の執筆に専念した。8月8日、ベルレーヌは2年の禁固刑を受け、プチカルム、ついでモンスの刑務所に収監された。1873年10月、地獄の季節の自費出版のために原稿を託していた、ブルッセルのポート書店により、同書が印刷。 製本された。乱暴自身が出版に関わった唯一の詩集である。だが、出版費用の残金が支払われなかったために、そのほとんどが倉庫に眠り続けることになった。1874年3月から12月末までロンドンに滞在した。これまでのロンドン滞在でもそうだが、乱暴は読書のために大英博物館の図書館に通った。この間、夏に、 母と妹ビタリーがロンドンを訪れている。当初はかつてパリで活動を共にした詩人ジェルマン・ヌーボーと、とえし、ヌーボーがイルミナシオン書集の詩の聖書を手伝った。このため、没後1895年出版の乱暴全集書集の失われた毒と題する詩がヌーボー作ではないかという論争が起こった。ヌーボーは多くの偽名を使っていたため、 事態は一層複雑であったが、現在では、失われた毒はヌーボー作とされている。法薬では、中原中也役、乱暴詩集には、失われた毒薬として収められているが、これ以降に法薬された他の詩集には見当たらず、合わずのりを編、乱暴の世界には、ヌーボーの詩、失われた毒として掲載されている。年月日から、ドイツ語の得のために、 シュトットガルトに滞在した。フランス語の家庭教師をしながらドイツ語を学び、イルミナシオンの原稿を完成させた。3月2日、1月16日に出所したベルレーヌが、シュトットガルトのランボーを訪れた。ベルレーヌがランボーとの放浪中に書いた詩は、すでに1874年に、言葉なき恋歌として出版されていた。ランボーは、イルミナシオンの原稿をベルレーヌに託し、 ブルッセルにいるヌーボーに送って印刷してもらうように依頼した。この原稿は、この後多くの人の手に渡り、1886年に、ようやくその一部が文芸誌ラボーグに掲載された。ランボーが、すでに施策を放棄し、貿易商人として、アビシニアにいた頃のことであり、全原稿が発表されたのは、没後1895年刊行のランボー全集においてである。ベルレーヌとは、 これが最後の別れとなった。1875年以降、乱暴は死を放棄し、各国、各地を放浪しては病に倒れるなどして、シャルルビルに戻るという生活を繰り返した。1875年5月にシュトットガルトを経って、徒歩でアルプス山脈を越えてイタリアに向かった。ミラノに着くと病に倒れ、回復後に中央イタリアに向かって、さらに南下したが、 6月に、リボルノのフランス領事によって本国に送還された。ベルレーヌ宛てのドラエーの手紙によると、スペイン語の習得のために、スペインの軍隊に志願したが、断念して、パリに向かった。パリを訪れた母、妹ビタリーとイザベルと共に過ごした後、10月には、シャルルビルに戻った。12月18日、妹ビタリーが17歳で死去。1876年4月に、 ウィーン、5月に、ブルッセルを経て、ロッテルダムに向かい、ハルデルウェークで6ヶ月にわたって、オランダ領東、インドに駐屯する予定の外人部隊に入隊。部隊は6月に、ジャワ島に向かい、バタビアに到着したが、8月15日に脱走。パリを経て12月にシャルルビルに戻った。1877年、5月中頃に、ブレーメンで、米海軍に志願するが許可されず、 ストックホルム、コッペンハーゲンを経て12月にシャルルビルに戻った。1878年10月20日、ロッシュを経って、ボージュ山脈を越えて、スイス、ミラノを経て、ジェノバ港に到着。同港からアレクサンドリア行きの船に乗った。キプロスとラルナカのエルネストジャンティアルシャに雇用され、採石場の現場監督を務めたが、蝶チ,チフスによる発熱のため、 翌79年5月に、ロッシュに戻った。秋に、キプロスに戻るために、マルセイユに向かったが、再び発熱し、ロッシュに戻った。風刺文芸師レゾムドージュルデュイの表紙が1880年5月に、再び、キプロス島に渡り、しばらく土木工事現場で働いた後、主に比較や、コーヒー豆を販売する現地の、マズランイコールビアネバルで商事に雇用され、 アデンにある代理店に勤務することになった。12月初旬にバルデショージがアビシニアのハラールに新設した代理店に着任するために大正と共に同地に到着。1881年から84年にかけてハラールとアデンを行き来しながら公益に従事する傍ら同地を探検した。一方、1886年に イルミナシオンの一部が文芸誌に掲載される2年前の1884年に、ベルレーヌの呪われた詩人たち第一版が出版された。隠れたな、トリスタン・コルビエール、ほとんど未知のな、アルチュール・ランボー、そして無視されたな、ステファヌ・マラルメオヨに知らしめることになった書き物である。ベルレーヌは、本書、アルチュール・ランボーの章に、母音、夕べの祈と座っている奴ら、 びっくり仰天している子ら、白身を取る女たち、酔いどれ船の全文とその多数編の抜粋を掲載した。とりわけ、A は黒、E は白、I は赤、O は青、U は緑と母音を色彩で表現した。母音は、若い象徴派人の関心を呼び、大論争となった。1888年には、風刺文芸士、レゾム・ドージュル・デュイに、 乱暴に関するベルレーヌの記事が掲載され、マニュエルリュック作の表紙画には、文字に色を塗る乱暴が描かれている。ハラールの乱暴バルデショージは、経営難のために、アデン代理店、ハラール代理店を閉鎖し、新代理店再開後に再び、乱暴を雇用したが、彼は1885年10月にバルデショージを、辞職し、ョ和王国の貿易賞。 ピエール・ラバッチュと契約を締結し、航海を渡って、タジュラに着くと、ショアのメネリクニセイトの兵器取引のための対象を編成した。様々な混乱に遭い、タジュラを立ったのは、翌86年の10月初めであった。対象を引いて4ヶ月かけて、アビシニアの砂漠地帯を越え、1887年2月6日に、ショア王国の首都アンコベールに到着した。だが、 すでに同年1月6日に、メネリク2世はハラールを併合して同地に住んでいたため、アンコベールから120キロ先のエントと山まで、さらに移動しなければならなかった。小取引は結局、失敗に終わった。乱暴が、ハラール滞在中に住んでいた家は、現在も記念館として残されており、来館者は、年間、約2万6千人、大半が外国人である。 1887年7月末にアデンに戻り、その後、約5週間、カイロに滞在した。病気がちであったため仕事にはつかず、地元紙やフランスの新聞などに旅行記やアビシニアに関する記事を寄稿した。1888年に入ると、再び兵器取引を企てたが失敗に終わった。フランス出身の貿易商セザール・ティアンと提携し、以後数年は、 通常の小取引で生計を立てた。妹イザベルが描いた品種の乱暴1889年、数ヶ月来、右膝の腫瘍に苦しんだ挙句、4月7日に短歌でアラールからゼイラに運ばれ、船でアデンに移された。悪性腫瘍が疑われたために帰国。5月にマルセイユに到着し、20日に同地のコンセプシオン病院に入院。 25日に右足切断の手術が行われた。7月に妹イザベルに付き添われて、ロッシュに戻った。8月23日に再びアデンに向かうために、イザベルと共にマルセイユ行きの列車に乗ったが、病状が悪化したため、コンセプシオン病院に再入院。半昏睡状態が数週間続き、11月10日、全身転移がんにより死去、去年37歳。 シャルルビルに埋葬された。乱暴は家出を繰り返して、家族や大人の権威に反抗し、ジャンヌマリの手などに見られるように、パリコミューン、革命を支持して支配的政治権力に反抗し、音楽堂に手の他多くの死に見られるように、ブルジョア道徳や既存の秩序に反抗し、そして陰文史から三文史、さらには自由史へと文学の伝統に反抗し、革命の精神を生きた。 多くの評者が、それぞれの立場から、多様な、そして時として矛盾する、乱暴論を表している。作家、文学研究者のルネ・エティアンブルは、1952年発表の、乱暴神話において、すべての知識人がその思想、心情、趣味を乱暴に寄っていると評した。カトリック詩人のポール・クローデルは、1912年刊行の、乱暴全集の序文で、詩人、 乱暴の中には天使が存在し、その作品世界は反逆樹から美者、そして神秘的なニューアサへの信仰のみ。一方、アンドレ・ブルトンは1924年のシュルレアリスム宣言に、乱暴は生き方においても、その他においてもシュルレアリストであると書いている。乱暴の言葉、私は一個の他者であるにおける、他者とは、ブルトンにとって無意識の自我であり、 したがって、乱暴の詩は、自動記述の先句である。ブルトン、スーポー、アラゴンが1919 19年に創刊した、ラダイスム、ついでシュルレアリスムの雑誌、リテラチュールにも、インワイ詩編、ジャンヌマリノテなど乱暴の詩が数編掲載された。また、ブルトンが編纂した、黒いユーモア選集でも紹介されている。日本においては、明治末期の上田里氏、長井花風、 初期三文集作1869年1870年、前期陰文史1871年、ベルレーヌ市長、陰賀市編、アルバムズユティック1872年、後期陰文史1873年1872から1875年1875年、